生まれたところは北海道のほぼ真ん中で、札幌から電車で1時間ぐらいの岩見沢って。君たちはその新教育制度によって、小学校を出た、最初の代だからねと。だから新しいその素晴らしい日本人として頑張ってくれっていつも言われるわけ。実験第一号組みたいな感じね。B29 かなんかが飛んできてって空襲警報が鳴って、それで街中の電気が全部バシャッと落とされて、で防空壕に入ってみたいな、そういうことは経験しましたよ。市でこういうコンクールをやってるから、それのためのやつを書きなさいとか、何気に書いたことがなんか、あ、また受かったのみたいな感じだったね。なんとなく小さい時から文章を書くことで苦労したって覚えが一度もないのよね。だから東京近辺の人だと多分ね、新橋の街頭テレビだと思うんですよ。まあ北海道の方の中にも一応テレビは入ってるわけ。商売人が結構やる、その人集めのために使ったという。新橋の街頭テレビは力道山だったんだけども、北海道の場合には力道山じゃなくて大相撲なのね。それはもちろんだからラジオでも聞いたんだけど、圧倒的にテレビが面白いわけよね。零下10度だとか20度のその雪の降る中を床屋の外からこのガラス越しにテレビを見るという、まあ今考えれば涙なくしては語れないような悲しいあれだけども、別にその当時の子供たちは別にそれを悲しいとは思ってないから。その当時は全部貧乏人だからね。地域で一番のいい、まあ一応程度が高いと言われてる高校だったわけよね。全国的に見りゃもうどっちごとない高校なんだけども、まあ当然そこに入るために行っただけで、その先を考えたわけではない。3年間柔道やってたっていう。おじきがね、柔道やってたね。やっぱり親父が行きたかった大学なのかな。それをどっかで叶えてあげようっていうのがあったのかもしれない。だから本当は大学に行けるような家庭に生まれたわけじゃないんだよね。おふくろは普通のおふくろで、親父は国鉄だった。まあだから親孝行の一環で行ったみたいな感じがありますよね。まあ送金はしてくれるわけですよ。でも大学生って結構お付き合いが大変なわけよね。ダンスパーティーだとか、昔はダンパーティーって言ってたんだけどさ、合コンの代わりにダンスパーティーがあったわけ。でも 親からはそういうのは全部カウントされてないわけ。だからアルバイトに行かないといけない。まあ4年間ずっと家庭教師はずっとやり続けたわけよね。ダブルトリプルでなんかアルバイトをやってましたね。伊勢丹の地下の食堂でよくアルバイトやってた。とにかく飢えてたからね、いろんな意味でずっと4年間飢えてたからさ、栗ぜんざいに入れる栗を出すとかっていうのはあるんだけども、こんな大きい缶があるわけよね。でそれを缶切りで切ってダーッと開けるんだけど、その半分くらいは自分の口の中に入ってたからさお前も来いとかっつって、まあ行くわけよね、そういう集会みたいな。日本語は喋ってるらしいんだけども、何言ってるんだか全然分かんないわけよ。いわゆるその専門用語で話をしてるわけだから、例えば労働者階級とか搾取だとか、猛烈に勉強して集会に出て、それでそのデモに出てみたいな感じで、えらく忙しい。それでアルバイトやんないといけないし、その家庭教師やんないといけないし。だって神場美智子が死んだ時に、その3メートルとか4メートルとかのところに僕はいたわけだから、国会正門から入ってそれまでその警官隊っていうのは警棒を横にしか使わなかったわけね。初めてこうやって振り上げたわけ。先頭のやつは叩かれると痛いからバックするわけよね。でも知らないやつは僕の後ろからガーッと押してくるわけ。バックしてくる力とこちらから押し寄せてくる力でうーんと、その中間で僕の体が浮いたからね。で三宅坂を
をダーッと逃げてきたら、三宅坂の両側にまた機動隊がいて、その機動隊にしたたか殴られて、でボロボロになって夜明けの、始発電車に乗って自分の下宿に帰ったの。3ヶ月ぐらいだよね。うわーっとやって、で何にもならなかったわけ。ぼーっとして過ごして、でハッと気がついたら4年生だった。あの大学4年生の時にね、広告宣伝っていうクラスを取ったわけで、その時初めて広告というものとぶつかったわけ。小林辰三郎っていう、でその人の講義を聞いて、はぁーって変な商売があんだなと、そんなものあんのかと。僕が入ったところはラジオテレビ企画制作局という局なんですよ。だけど不思議なの、この番組を企画制作のプロデュースをする方が偉そうなのよ。誰も何も知らない状態なわけ。隣の人はなんかあの地方の放送局から動いてきた人で、こちらにいる人は映画会社の人でさ、みんな素人だった。一人だけこう燦然と輝いてた。ほんのわずかなそのデータで本質をこう見ちゃうことができる人っているわけ。広告は僕の天職だって彼はいろんなところで言ってるし、本当にそう思ってるわけ。だから僕はそこまでは言ってないっていうの。大正製薬だとか東芝だとか富士ゼロックスだとか資生堂だとか富士通だとか、まあその頃はすごくいい気になっててね、毎日毎日お祭りでちゃんちゃかちゃんだったわけよね。大学時代からのずっと友達が、あのちょっとお茶飲まんかって来てね、会社の留学生の試験を受けてさ、でパスしたから行ってくんのよ。その当時の僕といえば、女の子に7時に会うからみたいな、じゃあそれから逆算してスケジュール組んでみたいな、そんなことの繰り返しをやってたわけよね。僕の人生ってそうなのかもしれないんだけど、時々にそういういい友達がいて刺激をくれるっていう。だ見事に落ちた。でこれがまた僕の人生なんだけども、1回でうまくいった試しが一度もないのね今まで。その頃よくやってた麻雀もやめ、いろんな女の子とのデートもやめみたいな。1年間つらかったけども、とにかく会社を引いたらすぐ帰って、英語の勉強とか時事問題だとか、その新聞のスクラップだとか、いろんな業界誌や経済誌のスクラップだとかをやって、予定が狂ったのは、その僕の友達がそのアメリカに行った時は漫遊旅行でよかったわけで、そんなおいしい話ねえだろうと。だからこれはあまりにもあまりだろうというのがあって、僕の時から学校に行かせろと、ちゃんとどこに行ってるか分かんないみたいなやつが多いと。それで大学に入れと、それで MBA だと。でもつらかったよ。大学院生の中に一人だけ幼稚園児が混じってるような感じだからね。一月に一回ぐらいずつ中間試験があるわけ。 MBA ってのはマスターだから、マスターの場合は A か B をキープしてないとダメなの。 C になると呼び出しを受けるわけ。お前やめてなんか違う道に行った方がいいんじゃないと。でそんなことをおっしゃらずにと、また頑張りますからって。で自分一人じゃできないよねやっぱり。まあ僕の場合には幸いにも外国人が好きなやつってクラスに一人ぐらいいるの。僕のノートなんか虫食いだらけなわけだよと。分かったとこしか、聞こえたとこだけ書いてあるから、もう後から見たって何にも分かんないわけだよね。でそいつがすごく面倒見てくれたからね。いや僕も取りたくて取ったわけじゃないから、そういう制度になっちゃったから。結局その本だなって感じがするのね、このアメリカに行ったのが。20世紀と21世紀はアメリカの世紀だと思うんですよ。だからその一番今繁栄している国、空海が言ったのはその
長安の都だから、あの当時一番早いしたところに行ったわけじゃない。まあ、とにかくカルチャーショックというか、それからネイチャーショックもあるよね。東芝で随分行ったんですよ、ロケ班ロケで。アランザワールドですから、全世界ロケですよ。自分の金で行ってねえじゃないかっていうなんだ、その金でしか海外行ってねえなんていうのはあるけどね。長官図とか、それから逆にこうミクロな中間図って言葉知ってます？ 虫の間図なんだね。それでライアル・ワトソンの中で新間図って出てきて、これは一体。そしたら司馬太郎さんの本の中で、その同じ平面上じゃどうしてもその解決がつかない問題があると。同じ平面上じゃ、だから一旦ね、虚空の彼方からこれを見下ろしてみると物事の解決はつくんだよ。だから同じことを言ってるなと思って、やっぱり視点が動かせるっていうことが、自分には適してるかなって思うのね。だからなるべく話をした方がいいのね、旅先に行っても。まあ、電通はご承知のように、そういうスポーツの冠ビジネスっていうか、まあ、いろんな形があるんですけども、スポンサーシップだとかバリューインカインドだとか、マークを使えるとかマーチャンダイジング権だとかやってるんで、まあ、それのプロジェクトがあるっていうことで、それの先乗りで、まあ、行ったと。僕は6月ぐらいに行って、家を見つかった7月だとか8月になったら来ればということで先に行ったわけですよ、僕は一人で。鉄拳心で乳がんが見つかっちゃったのよと。あなた忙しいんでしょって。本当に忙しかったんだ。でそれは彼女も知ってるから、いいわよと、来なくても。非常に素直な性格だからね、素直に受け取っちゃったわけ。かみさんから電話あってさ、こういうことだからって来なくていいって言ってるからさみたいなことで言ったら、そいつが急にバーッと立って、かみさんの一大事に立ち会わない、それ以上のことってこの世の中にあるとは思えないんだけどとかっつってさ、怒鳴りまくられて、結局彼女が来たのはいつぐらいだったかな、9月か10月ぐらいかな。娘に連れられてね、最近結構ね皿洗いをするわけですよ。しろって言われてしてるんだけども、で今までそのかみさんの手伝いをしたことがないのよ。とりわけ洗い物って何かを生み出すもんじゃないから、すごい辛いらしいのよね。それを僕がまあやってあげるっていうか、で料理自体は彼女がやってんだけども、会社が右肩上がりにガーッと上がってる時にいるっていうことがサラリーマンにとっての一番の幸せだと思うんですよ。その自分の見聞というか知識欲だとか好奇心も際限なく広げてよかったわけ。それでいろんな知らない土地に旅をし、いろんなその初めての人に出会いみたいな。広告コピーのレトリックっていうのをやってるわけです。だから大前提としては、広告のコピーっていうのはすべからくレトリックによってなっていると。言葉を教えてるっていうことですね。だから言葉の力を いくらかでも向上させるために、まあ言葉軸ですね。学生に先生もやりませんかって言われて書き始めたんだけど、学生が読者に多いわけだからあんまりバカなことも書けないし、だからミクシーの中じゃ異様だったと思う。ツイッターでそのオフ会のそのインビテーションが入ってきてね、どうしようかななんて思って、でもまあ出てみようと思って行ったんだけども、ドキドキしましたよ。だって相手は24、5歳だったりなんかするわけだから、年取ってても30何歳で、結局そこに僕が行くとこれまた異様な感じになるわけで
そしたら、まあ、ツイッターでつながってた人も相当の人がフェイスブックにバーッと動き始めたんですね。ただフェイスブックはねすごく怖いと思いますね。自分はなかなかのやつだろうっていうのを埋め立てをするわけですよ。結構おしゃれでしょうとか結構頭いいでしょうとかって言うんだけども、でもちょっと揺れると液状化して土管が飛び出たりなんかあの穴ぼこになったりしちゃうというか、それを130本ぐらいに、まあ、あの枝が切り落として、それでまあ編集の人に見せて結構舐めてたのね。一応文章になってるし出版というのはやっぱりそのグーテンベルグの方にやっぱりすごく固定してくるわけよね。テレビってなんだってよく分かんない時にマーシャル・マクラーンがテレビってこういうもんじゃないかって、要するに原始の活字の時代より先にあったところに戻してくれるんじゃないか。吟遊詩人がそうであるように詩が活字であるってことはなくて、詩があると必ず吟遊してたわけですよ。だからブログだとかミクシーっていうのは何勢いとか自分の肉声がそのまま文字にしていくみたいな、そのあたりの格差がすごくあるなっていうのが今回気がついたことっていう。アマゾンのレビューである人が僕の本のことを好奇心のおもちゃ箱って書いてたんですけども、まあ、あのすごく気に入ってるんですよ。でも悲しいのはこの本神さん読まない、ね、で読まなくてもあなたのことだから何を書いてるか分かるって言って、なんか妙に意地張ってんだけどさ、娘も読んでないんじゃない、孤独だよね。その言葉一つで人を殺せるっていうか動かせるっていうか引っ掛けるっていうか、そういう力を持ったやつを割とワーディングって言ってるみたい。アートは大学だとか図書館だとか美術館にあるわけじゃなくて、真実とハッタリとか絡み合うストリートにある。言葉もそうだと思ってるわけですよ。だからその大学だとかなんかあの偉い先生だとかそういうところにあるわけじゃなくて、町場にあるっていう感じがすごくするから、だから町場からすごく拾うわけですよね。だからその生き生きした切っ先の鋭い言葉を捕まえようとしてるわけですよ。ただひたすらに面白いんだよね言葉が。僕がよく言ってるのは、僕が死ぬ時は好奇心がなくなった時死ぬんだっていう。これは僕の友達がね、晩節が怪我すためにあるって言ってすっげえ名言だなっていうふうに、でそれから随分使わせてもらってるの、ね、でほとんどのやつが晩節怪我すのよね。だからやっぱり怪我すためにあるんだなって、だから怪我すことをあまり恥と思わない方がいいのかもしれないよね。みんな怪我しちゃってんだから。